グリズンです。それでは今回もラストオブアスの方やっていきたいと思います。そうですね。だいぶ進みまして、終わりまであと少しなんじゃないかなと思います。あそこに見える。見えますでしょうかね。病院があるんですけど、ホスピタルって見えるかな？書いてあるんですけど、多分目的地はね、あそこだと思うんですよね。はい、こうやってね進むと、エリも前進するんですけど、僕を、先導してくれてるんでしょうか。頼りないから 下手くそだからね、私が、先導するわと、言ってくれてるかのようですよね。さあ行きましょう。ダッシ見ュてはみこれろ、でね。この町も隔離されて捨てられたんだ。何も言ってくれない。エリー、何も言ってくれない。ちょっと、不機嫌ですかね。なんだ？あ、ァイヤーフライが言ってた病院だ。やっぱそこなんです行くぞ。ね。よいしょ。かなり寂れた感じですね。なんか光ってる。こんなところに落ちてたりもするんですね。結構見逃してそうだな。お、戦車がありますね。さすがにね、こういう乗り物は出てこなかったですけどね。これ出てきたらもう大変だよね。それこそメタルギアの世界になっちゃいますよね。ここを通っていこうか。駅ですかね、ここ。多分。なんかそんな雰囲気ですけど。で、エリーはどこに開いた？どうした？なんか全然ね、元気ないですね。前回からちょっとおかしかったんですけどね。上の空っていうか。おー、なんか、すごい。この光加減とかね。すごいね。リアル。綺麗。あ、なんかあるね。持てない。これ以上持てない。あ、なんか拾ったね。ルシア。ガタンしてる。その代わりキャンプ。1週間か2週間ほどかかるらしい。みんな元気だ。会いたがっているこんなに。ああ、なるほどね。これは、奥さんには当ててるんでしょうかね。あれ、間違えたな。これどうやって。これね、グラハム。あの頃は何もわからなかった。そうだよね。もう何が何だかね、何が起きてるんだかもよくわからない、そんな状態だったんでしょうね。だから余計パニックもね、ひどくなるでしょうね、その街中だったり。よし、でこれも拾おう。なんか元気ないよ。どうした？大丈夫か？大丈夫。お前、今日はやけに静かだな。ああ、ごめん。いや、別に気にするな。ぱうまいな。ほんとうまいよね、山ちゃん。竜が如くのね、なんだっけな、秋山でしたっけ？っていうキャラのね、声もやってましたけど、ほんとうまいなって、惚れ惚れとしましたよ、聞いててね。
声だって、まあそれはね、このキャラクターはいますけど、声でその演じるってすごいですよね。このエリーの声をやってるね方も、名前忘れちゃったんですけど、珍しくて、その方もね、上手だと思いますね。確かね、ハンターハンターの主人公の声をやってる方なんですよね。で、もともとその漫画も読んでて、ファンで、そのオーディションに受かった時に、涙を流したそうです。嬉しくて。これは、ここだよね、きっとね。あ、ここだね。あのはしごが使える。エリー？ エリー頼むよ。行くぞ。エリー。エリー。何？はしごだ。来い。僕が思うに、もう少しで目的地に着くじゃないですか。で、ってことはですよ、この旅もね、終わりを迎えるですよね、きっと。そうなったらね、ジョエルと別れなきゃいけない。まあ、そのね、病院に着いてから、どんなことをされるんだろうっていう不安もきっと彼女にはあると思うんですけど、一番はジョエルとね、別れることなんじゃないかなと思います。行きましょう。おい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 、どうした？あんた、なんだ？エリー、やばいってどうした？エリー、敵？あれ見てよ。ああ、思い出した、思い出した、思い出した。 いいシーンですよね、ここも。お影が見える。すごいですよね、この景色。まあ、ラストバースをね、見たことある方、結構いると思うんで、分かってると思うんですけどね。ラストバースを見たことない信じられん。方はね、あ、いたいた。すごいですよね。こんな都会にね、キリンが歩いてるっていう、ものすごい神秘的ですよね。おお、近い。そうだな。可愛いですよね、でもキリンって。触れ何る？する気？大丈夫だ。来い、こっちだ。元気か？どうした？来い。こんにちは。こいつ最高だね。ああ、どこ行くんだろう。よし、行こう、早く。ちょっと待てよ。もう夢中になってる。可愛らしいですね。なんかないかな。なんもないですね。さあ、じゃあエリーの元へ行きましょうか。おお、群れがある。すごい。
てよあれ。いやーすごい。いいですね。なんか和みますよね。こんな大都会にキリンがいるっていうのは。で、お前の願いは叶ったか？いろんなことがあったよ。でもすごくいい景色。これ多分左スティック動かしたらね、ジョエルが動いちゃうんですよね。いい絵ですよねこれもね。はい、じゃあ行きましょうか。やめてもいいんだぞ。分かってるよな。やめてどうするの？トミーのところへ戻る。旅はここで終わりだ。やっとここまで来た。これまでのすべてを無駄にはできないよ。偉いな。そしてやっぱりジョエル分かってたんだね、なんでエリーがね暗くなってたのかって。ねえ、私のためなのは分かる。でもこれは終わらせないと。そしたら好きなところに行こうよね。ああ、一緒に行こう。こいつを片付けてな。ジョエルも変わってきましたね。正直になってきたっていうか、そのやっぱり二人のね絆がそれだけ深まってるっていうことですよね。これ以上持てない。これは作れないな。仕方ない。エリー？あ、向こうか。あ、こっちも入れますね。男子トイレ。誰か死んでる。そしてあの漫画が。また漫画を見つけたぞ。いいね。あれ？いいねっていうのかと思ったら、今回違いましたね。やったね。やったよね。誰か住んでましたね。あのトイレで亡くなってた方でしょうかね。うん、なんか昔を思い出すよ。なんで？感染が広まった直後、こんな場所に連れてこられたんだ。引き裂かれた家族がそこら中にいた。一瞬のうちに世界が変わってしまったんだ。サラが亡くなった後。ああ、そうだ。私、そんなに大事な人を亡くすなんて想像できない。すべてを失うなんてひどい話だね。いいんだ。そうですね。
まあなんかね、こんな話していいのかどうかわからないですけど、まあ別にね、あの僕は今全然平気だし、暗い話をする気もないんですけど、僕の中ではもうそういう次元の話じゃないんで、僕もね過去に父親をね、亡くしてて、まあ、僕がちょうど、中学3年ぐらいの時かな。はい、まあなんかなんでしょうね、家族、まあ、本当生まれた時からね、ずっと一緒にいる人がね、亡くなるっていうのは、なんだろうね、その目で見えるね、その存在自体は、ないんですけど、なんかこう亡くなったっていう感覚がねないんですよね。例えるんならね、こう本当自分の中で生き続けてるみたいな、自分の一部っていうか、なんか、どっかで見守ってくれてるのかなっていうね、不思議な感覚がありますよね。まあそれはね、人にもよると思うんですけどね。マップとかね全然見ないですね。そういえば作業できるな。できるね。122か。どうしようかな。今レベル5なんで、ショットガンか、火炎放射器とかね全く使ってないですね。これつけちゃう？せっかくだから。距離22。なんかできるかな。あ、これできるね。これしかできないね。よし。ああ、いいぞ。いいぞ。いいぞ、いいぞ。いいぞ。さあ行きましょう。まあね、そういうやっぱり死っていうのは絶対避けられないもので、いつかね、自分にも渡したいものがあるの。何？渡したいもの？これマリアが見せてくれて、私持ってきちゃった。欲しいかなって。ああ、ずっと持ってたの？エリー、サラですね。笑ってる。どんなに頑張ってみたって過去からは逃れられないな。ありがとう。最高か。そうなんだよね、逃れることはできない。ずっとね逃げ続けてたけど、向き合ってもいいんじゃないかなって思いますけどね。こんな僕でもね、やっぱりすごい、辛い経験したことあるので、でやっぱりね、向き合わないと、ダメですね。はい。まあそれもね、多分人にもよるかもしれないんですけどね。でもまあ僕の場合は、向き合うことで、前に進むことはできましたね。今度は前とは違うよ、絶対。何が？ファイヤーフライはきっといる。わかるんだ。わかる？ちょっとね、暗いですね。
この雰囲気いかにも出てきそうですけどね。これ死んでますね、中で。よし、行こう。